はい、こんにちは、116インズです。後半戦も始まり、月末のトレードデッドラインに向けてブレイブスがジョック・ピーダーソン、スティーブン・ボートを相次いで獲得したりと、そろそろトレード市場も活発化してきそうな雰囲気も出てきましたが、そんな中で今季 AL 中地区首位を快走するホワイトソックスが先発投手ランス・リンとの契約延長を発表しました。リンはコンオフ FA となる予定で、近年の活躍から FA 市場ではそれなりの契約ももらえそうでしたが、今回ホワイトソックスと2年総額$3,800万、さらに3年目はホワイトソックス側にオプションがあるということで、もうしばらくホワイトソックスのユニフォームでプレーする姿が見られそうです。ホワイトソックスはニック・マドリガルの怪我もあって、セカンドの補強がここ3週間近く噂されていまして、一時期ダイヤモンドバックスのエドワルド・エスコバー獲得間近なんて報道も出ていたぐらいですが、トレードをまとめる前にリンとの契約延長が先に出てきたのは少々意外ではありました。そっちが先何回という印象でしたね。リンは昨年までレンジャーズでプレーしていましたが、12月にデーン・ダニング、エイブリー・ビームズとの交換でホワイトソックスへ移籍。昨年久々にポストシーズンへ駒を進め、今季もコンテンダーとしてシーズンを迎えるホワイトソックスらしい大型補強という感じのトレードでしたが、しかしダニングが MLB レベルの先発としてある程度やっていけそうな雰囲気もあった中で、契約が残り1年で、しかも2021年に34歳の誕生日を迎えるリンに対する見返りとしてはちょっと払いすぎなのではないか、別に無理にリンを獲得しなくともダニングでも十分だったのではという反応もトレード当時はあった記憶があります。確かに昨年のダニングはルーキーながら7先発で防御率 3.97 とそれなりの結果を残していて、 FA になるのも最速で2026年オフと、あと6シーズン残すことができる先発投手でしたので、契約が残り1年のベテランを獲得するためのピースとしては結構な代償を支払った感はありますし、バリューという意味でもレンジャーズ側が得た見返りの方が良かったのかもしれません。実際レンジャーズに移籍した後のダニングもここまで17先発で防御率こそ 4.22 ですが、ウィンザボールリプレイスメント 1.1 と先発として一定程度役割は果たせています。ただ今勝ちたいホワイトソックスにとって、このリンの補強はたとえダニングという今後数年間のローテーションを守ってくれるであろう先発投手を手放してでも非常に大きなものであったのは今季の彼のパフォーマンスからも明らかでしょう。ここまで16先発で防御率 1.99、 後半戦始まってまだ先発の出番が回ってきていないので規定投球回をわずかに下回ってしまいましたが、これはAL トップに相当する成績。ウィンザボールリプレイスメントもチームトップの 3.4 を記録していまして、9年ぶりのオールスターにも選出されました。本来エースであるはずのルーカス・ジオリトの調子が少なくともここ数年間の彼からするとイマイチな中で、今季に限ればリンがホワイトソックスのエースと呼ぶにふさわしい成績を残しているのではないかなと個人的に思いますね。ホワイトソックスは MLB でも屈指のローテーションを武器にここまで非常にいいシーズンを送ることができていますが、その中でもリンの存在が特に大きなものになっているのは間違いないでしょう。今のリンのパフォーマンスを見て、それでもダニングを残すべきだったと主張する人はさすがに多くはないでしょうし、リンの補強は今季のホワイトソックスの躍進にかなり貢献していると思っています。そんな今季のホワイトソックスに大きく貢献しているリンの契約延長ですが、契約の詳細はご覧の通りとなります。来年2022年シーズンと再来年2023年シーズンはいずれも年俸が$1,850万、だいたい20億円となりまして、で契約3年目2024年はクラブオプションホワイトソックス側に契約の選択権があるんですが、こちらは2年間の年俸から少し金額が下がって$1,800万ジャスト。ホワイトソックスがオプションを行使しなかった際に支払われるバイアウトが$100万ですので、最低でもリンはこの契約で$3,800万、オプションが行使された際には3年間で$5,500万得られる契約となっています。これに加えてサイヤング賞投票で上位3位以内に入った際にはボーナスも支払われるようですが、こちらは金額の詳細について明らかにはなっていません。というところが今回のリンの契約延長の詳細ですが、金額を聞いた時の私自身の第一印象として結構安くないという印象を受けました。正直もっともらえるものだと個人的に思っていたんですね。そう考えた理由の一つとして直近3年間2019年以降のウィンザボールリプレイスメントがあるんですが、こちらが直近3年間における先発投手のウィンザボールリプレイスメントの上位3人となります。そうなんです、リンが3位なんですよね。1位は人類最強投手ジェイコブ・デグロムで 15.2 と1つ頭抜けている印象ですが、2位コールが 13.2、 そして3位のリンが 13.1。 リンはコールとウィンザボールリプレイスメントという尺度においてはほとんど差がないんですね。
で、じゃあ年俸はどうなるのかと見てみると、リンの契約が始まる来期年俸で比較しますと、デグロムとコールがともに年俸3600万ドル、一方でリンは先ほどもお話しした通り1850万ドルと年俸に倍近く差があります。また契約総額で見てもデグロムが5年総額1億3750万ドル、コールが9年総額3億2400万ドルの契約の中で、リンは2年総額3800万ドル。もちろんリンはデグロム、コールと比較して年齢が上という点は考慮しなければなりませんが、それを含めてもこのレベルの先発投手としてはめちゃくちゃ安いと思います。彼クラスのピッチャーをこの金額で契約できるなら全く迷う必要がないと思いますし、でさらに契約期間もオプションを行使しなければ2年ですから、長期契約のリスクを取ることなくリンを残すことができたホワイトソックスはかなりうまくやったと私は思っています。またリンに関してはこのレベルのパフォーマンスにしてイニングもちゃんと食えるという点も私好みですね。直近3年間で383イニング投げていまして、これはこの期間における MLB 全投手の中で5位、2019年には200イニングを突破し、昨年も短縮シーズンながらイニング数は AL トップ。今季は4月に一時期離脱した時期もありましたが、それでも180イニング近くは投げそうなペースで推移しています。先発投手の平均イニング数がどんどん下がっている中で、リンのように長いイニングしっかり抑えてくれる先発は本当に貴重と言えるでしょう。3年間の FIP も 3.38 と内容も真に伴っていると言えますし、何度も言ってくどいようですが、このレベルの選手を年俸2000万ドルを切るような額で残せたのは安い。2年契約の始まりが35歳のシーズンという点だけが数少ないリスクでありますが、30代に突入してからさらに成績を上げてきたリンならそこまで心配はいらないのかなと思っています。リンとの契約延長により、ホワイトソックスは今のローテーションとほぼ近いメンバーで、これから数年間は続くであろう勝負期を戦うことになりそうです。今季大ブレイク中のカルロス・ロドンはコンオフ FA となる予定ですが、リンは最長2024年まで、ジオリトも2023年、ディラン・シーズは2025年、そしてダラス・カイケルはイニング数によって行使されるかどうかが決まるオプションが発動した際には2023年まで在籍することになりますので、今のローテーションの5人中4人は2023年ぐらいまでは全員揃ったままとなりそうです。それだけこのメンバーで今後も戦っていけるという自信がホワイトソックスのフロントにはあるという表れとでも言えるでしょうか。ロドンの穴をどう埋めるかという問題は来季に向けて残りますが、長期的にメンバーの面で計算できる先発ローテーションとなったのは非常に頼もしいですし、チームにとっても他の補強ポイントにより専念できる点でもまた好影響を与えそうです。ホワイトソックスは万全であれば野手陣に若手の才能あふれる選手たちが揃っていて、それでいて投手陣も強力ですから、バランスの取れたチームに仕上がりつつあると思っています。目指すは2005年以来の世界一だと思いますが、この勝負期でその目標を叶えることはできるのか、そしてそこへ向けて今回のリンとの契約延長がチームにとってもいい方向へ働くといいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。